はい皆さんこんばんはおじいさんですいろんなゲーム機で遊んでいますかはいえーとですね、えー、本日ずっとねご紹介してきたこちらね、えー、ポーキリ RGB10 ですねこちらの方ですが、えー、海外の、ね、EC サイトのトムトップさんで、えー、こっそり買ってバレるというねでバレてクーポンコードもらうというねコメントでもいただきましたがちょっと面白い展開に えー、なった商品ですねずっとご紹介してきました、うんえー、RK2020 と同じロックチップ3326世代つまりおじいさんの言うところの第4世代のま亜、あ、種ですねまあ,あこの間に何が出たのかちょっとわかんないけども個人的にはえー、オードロイド5アドバンスを原種として RK2020 その次に出たやつということでまあ第3弾 まあ当然ね RK2020 は123とバージョンがあるようですが、えー、まあそれを置いとくとすると第3弾ということですね。でこのあと今はもう続々ともうなんか僕も全部分からんレベルで予算出る予定であったりもう発売開始しているものがあるようですがこちら第3弾ですね。うん で、これをずっと紹介してきました。外観レビューから始まって、テストプレイも3回に分けてやってきましたけども、まあ本日はそう勝つということで、まとめですね。もうちょっとラジオ感覚でぐずぐずしゃべるだけなので、まあご興味ある方だけ聞いてください。で、結構今回もね、最近はこう、1回1回の放送で、その時感じたことっていうものを動画の最後でお伝えしているので、多くはねじあの、情報が重複するのをすると思いますが、 まあその辺はご了承ください、うん、でまあ、本体ですねまず本体こちら全体のところからまあ見ていきましょうはいまあえー、こちらですね うーんちょっと、えー、他のやつも見せましょうか。原種となったのがこちら、オードロイド5アドバンスというものですね。こちらがとにかく今の第4世代のすべての元になったものです。もう埃かぶってるけどね。<laughs> えーとこれの特徴として、ここにメニューボタンがね、6個、1、2、3、4、5、6。このメニューボタンが6個あったっていうところが非常に特徴的でした。で、これがスタートとセレクトにもあのなってます。だから、まあスタートとセレクト以外ではこう特殊なボタンが4つあるということになります。 でこの中で亜種として登場したのがこちら。 えー、RK2020 ですねスタートとセレクトはあったんですけども残りの4つのメニューボタンがなかったことによってまあうーんそのボタンを直接1個押してどうにかするっていうことができませんでした、うんえー、ショートカットを対応して、えー、その辺の4つボタンに対応するということで、まあ、その辺もあってエミレックが3.6からかなちょっと RK 対策などをしてちょっと使い勝手が悪くなるということがありましたでそういうものを踏まえてごめんね画面で 入れますね、えー、こちら出たのが、えー、RGB10 ですポーキリーねポーキリー RGB10 なんですが、えー、見ての通りこちらに、えー、メニューボタンを2つ、えー、追加してますなのでこれで1234個4個つくなったんですよねで僕もオードロイドクアドバンス自分で組んでいろいろ触ったんですよねせよ同じまあこっちで使ってるようなエメレックを入れて3.6かな入れていろいろ実験したんですけども う使うのは約4つ PPSP 入れると5個使うことになりますので、まあ、その辺を踏まえてこの辺の L2R2 なんかもうまいこと使い持って、えー、操作しましたで、まあ、やっぱりこの辺の、えー、ホームボタン設定ができることで非常にね使い勝手がよくオードレイド・ゴアドバンスに似た、えー、その全体の使用感ということになってこの辺が RK2020 と大きな違いっていうことになりましたねうん。 はじめはねまあその辺もちょっと危惧してたんですけどもなかなか面白かったですでここにね、えー、ちょっと面白い、えー、こういう風なね R ボタンというものがあってリセットボタンですねこれはあのー、RK2020 の初代にあるこの緊急リセットボタンっていうことが分かりました1回押すと、えー、画面を元に戻せると1回リセットできるっていうことですね、うん、まあこれはフリーズした時だけに使うもので普段から使うものではないです、うん だからこれはちょっと個人的にまああって別に絶対的に損はないんですけどもまあこういうオプションボタンの1個にしても良かったんじゃないかなっていうことは個人的に思います。でまあその下に見えるのが電源ボタン。こちらねすごい押しやすいです。うん あの僕一番この RK2020 の初代ですねこのもうずっと僕言ってきましたけどこの電源ボタンがむちゃくちゃ押しにくいっていうのがもうほんとネックだったんですけどもまあねあのー、RK2020 のバージョン3では解消されてましたけどもこちらのボタンは更に押しやすくアクセスがしやすいですでもねあのー、長押ししないと電源入らないので一回軽く押してもあの合、ー、衆にはならないのでその辺は、まあうん、まあこんだけ出っ張ってても問題ないんだなっていうのは改めて、えー、ポッキリ RGB10 で知ることができましたうん うんそういう面でもね非常にまあこの辺のアクセスしやすいリセットボタン電源ボタンにまあメニューあの特別メニューボタンしかり非常にね、まあ、この初心者向けというか、まあ、RK2020 って僕は全、ね、然クロータ向けとは思ってないんですけどもあのー、なんかよりこう初心者の人でも触りやすいようにっていうこと気遣いがすごく感じられる本体だなと思いました。まあ、その辺でもも、ね、も、まあ、ブラックもありますけども あのこのポップなね黄色っていうところに色使ってるところでもね何かこうこの第4世代をいかにもっと多くのユーザーに触ってもらおうというところに気が使われてるのかなと思いましたちょっと青の色鉛筆がついちゃったね <laughs> はい、えー、で、えー、操作感ですねこの十字キーとアナログスティックもここはねあの全然問題ないですうんもう非常に使い勝手のいいという感じですね もう十字キーでも超簡単に出せましたし残空波動圏ですねあのざえ残空波動圏でいいかあの空中のやつねあれも出せましたしこちらも同様に使用することができました特段何もあの操作の、えー、支障はないですもうこの辺は安定してきたね、うん、でこれもちょっと視聴者の方からコメントもらったんですけど あ,のあんだけアナログスティックのカバーついてたのにつけへんのかいっていうねツッコミがありましたけどもあのもう完全に失念してました <laughs> いやもうねこんだけゲーム機買ってるともうね中華ゲーム機の箱だらけになるんですよ部屋がだから僕それがすごい嫌いでもうこうたら本体だけすぐ出して他のもん全部箱に入れてだから USB-C とかもうねポーンって倉庫入れるんですよ箱だけそうそれもあります <laughs> で当然あのー、あのー、ねあのいろんなこう凹凸のついたあれをつけたらまあ更にグリップ感は良くなるのかもしれませんが僕は全然特段問題なく。 あのこれでできたのであの、まあ、当然あとはねもう皆さんのところに付着あの付属してきたら自分でつけて、まあ、その感覚の違いみたいなのを、えー、楽しんでもらえたらと思います。で外観のところで、えー、っと久しぶりに欠点ですね僕まあ,あのよく今日までなんか提供でお前欠点言えへんでとうとうあの提供の犬になったなみたいにこう思われてる方も多くおられると思うんですけども。 えー、久しぶりにこれは伝えとかなあかんなという欠点部分が L1R1 です。これはちょっと残念でしたね。うん、これはちょっと格闘ゲームでは、うん、正直なところ言い切ると使えないです。慣れないと。うん、相当しまくってガチガチを弱くするか。 うん何か自分で分解してそのまあその賞味のこうボタン部分と LR のこうプラスチックの間に何かちょっとだけ詰めん詰めんをしてあのこれはもうね僕一番初めのファーストインプレッションの外観で触った時にこれどうだろうって言ってたのはやっぱり当たりました感は。うん、だからただだからダメなんじゃなくて。 面白いいのが L2 R2 とはめっちゃ押しやすすんですよ。これ当時から言ってたんですよね。なのですごい対処法は簡単で初めのボタン設定で L1 をこっちにあてがったらいいんですよ。で R1 をこっちにあてがったらいいんですよ。L2 に。もうそれだけの問題。でこっちは逆に L1 と R1 を、あのー、L2 と R2 にあてがえばもう L2 と R2 なんか使うこと全然ないんで。 あのこっちに当てがえば今までの他のゲーム機同様のボタン間隔で遊ぶことができます。うん、まあただこの L1R それだけで対処できるので全然問題ないんですよ問題ないけども純粋に普通にデフォルトでノーマルに使うとして考えた時にはこれはやっぱり硬かった。うん、これは RGB10 って歌ってるから1112ってバージョンアップするのか20になるのか分かんないけども。 えー、ここは多分改善してくるでしょうね。うん、これは多くの人が硬いって言うでしょう。もしここを言ってなかったらそれは嘘ですわ。うん、これは硬い使いにくい。うん、でえー、っとああとねあのよくコメントで来てた充電充電どうですかというあのなんでそういう問題が出るかというと RK2020 の初代が。 えっと電源切った時点で充電すると勝手に電源が入るっていうまあそのまあバグなのか仕様なのかわからないけどもそういう問題があったんですよねで僕は特段問題にしてなかったんですよ、うん、別に普通に <laughs> 充電できてるしそれでもうんで、ね、問題してなかったんですけどもそこ結構気になされてる方多くてえっと大丈夫でした、えっと、RK2020 のバージョン3の時のようにあの 1>, 1分ぐらいかな1分弱かな、30秒ぐらいか、ここにこう電池のマークが出て、今これぐらい溜まってますよというのと、これぐらいのボルト数来てますよという表示が出て、30秒ぐらいして、ほどなくして消えて、電源オフの状態で充電が続くという RK2020 のバージョン3と同じえ状態で、そこに問題はなかったです。はい、で、えー、外観で言うなら、この LED ディスプレイですね、IPS 液晶、もう見てもらった通りねむちゃくちゃ綺麗なんですよ、これ。 こ,こにねむっちゃうんこれはねあのすごい麗。あの海外のねあの動画とか見ててもね何か面白いのがあのね,なんかね比較しないんですよねなんか提供やと比較したらあかんみたいな概念があるのかなみんなの中に他のねよくあるんじゃないのテレビの、あのー、番組とかでもさスポンサーにコカ・コーラがあったら 番組内で自販機映ったらモザイク入れるとかなんかわけのわからんなんか変なルールを勝手に作るやんかテレビ局がさ <laughs> なんかそんな感じでなんか出したらあかんって思ってるのか知らないけど比較しないんですすよよねこれ比較せんとわからんのですよでうちの動画見てもらったらわかってもらった人もおると思うけども横に置くと完全に明るさコ度ドがね全然違うんですよでコントラストもしっかりしてるしだからといって RG280M のようなちょっとギラついたこれ癖あるぜってあの僕が言ってたいうものはないです うん、正式なコントラストのサイドでひっしりより鮮明になっているとこれは、ね、明らかに違うと思いますねとっても、ね、あの画面綺麗やなって思うと思います購入された方は、はいえー、そういう大きな違いがありましたでね、まあ、分かりやすいところでこのメインのやつボタンこちらは格闘ゲームなりアクションゲームいろんなゲームをやりましたけども全然問題ないです、うん、ちっちゃいからダメとか 見見た目はね完全にちっちちちっっゃゃいいしどううてももこれ寸法もちっちゃいと思うんですよボタン1個1個がねそれでも何の問題もなかっ,なかったですでえっとね RK2020 ってやっぱりちょっとね遊びがあるんですよねボタンとあのボタン周りの穴にねでこれほぼほぼないですうんよくできてますでそうなると逆に今度そのバリ取りが綺麗じゃないとボタンがガチガチするんですけどもそれも一切なく非常に押しやすいあのスムーズに何の問題なくボタンが反応することができました。 うん、外観的にはそんなものかな。はいでですね、えー、ずっと、えー、僕が言うてたあのー、1 5ヘルツと1 3ヘルツの謎ですね。えー、このね RK2020 ではその CPU の定格が1 3ヘルツですよと歌ってたんですよね。で搭載してるのは6チップ3326。 でこちらも同じ搭載は6チップ3326でも定格がなぜか1.5ギガヘルツという公表になってますでこれがどっちが定格、うん、1.3が定格としたら1.5ギガヘルツはオーバークロックの許容範囲内で上げてるのか、えー、それとも1.5ギガが、えー、定格で1.3ギガヘルツが RK2020 作ってる会社が、えー、いろいろ放熱問題等のことを考えて、えー、機種寿命を考えて1.3に抑えたか っっていいうとところはちょわかんないです正式なところは、うん、でこの 0.2GHz の差ってものはどうなんだろうっていうことであの、まあ、いろんなゲームやりましたあのこちらの RK2020 でとてもみ微妙なラインでやった、えー、特に、まあ、ドリームキャストのバーチャーファイター3ですね、えー、あとアトミスウェーブ系ナオミ系いろいろ多々、えー、とテストしました。で感じたことは これはああのあのただし個体差が絶対あると思います、うん、個体差並びにマイクロ SD の違いもあるし、うん、マイクロ SD の空き容量もあるしキャッシュの溜まり具合のゴミの、うん、量とかにもよるので一概には言えないで 0.2GHz の差ってどれぐらいなのかって正味僕も分かんないし、えー、そのゴミの範囲内のことかもしれないですけどもだからこれを飲みにしないでください今からいうことはねでも僕が実際触って、えー 感じたことは0 2ヘルツの差はあります。うんこれはあくまで僕の感想です。ここに書いとこうか。う <laughs> あのあのしじみ汁みたいな感じでねあの <laughs> しじみチャンス並みにねここに書いとこうか。うん、あのねバーチャファイターはねあの比較的よく,よく動くんですよ。うん。でもねあのやっぱり若干フレームレートがぐっと下がる特にあのラアキラをはじめに。 選ぶとパイが出てくるんですけども、まあ、パイの面ってこう坂になってたりとかして結構読み込むテクスチャー多いんですよねでその角度によって非常にこうガクガクっとちょっとググッと fps がそうですねまあ3020ぐらいまで一瞬グッと落ちる瞬間ってあるんですよすぐ持ち直すんですけどねしつこくこう落ちないんですけどでもそれがねなかったんですよねこいつで。うん、とそれに引っ張られて BGM ですねバックグラウンドの音楽が fps 落ちるときに なんか遅くなるんですよまあ、スーパーマリオで言うと言うてるところのタダタタタタっていうのがタダタタタタってなってたんですようん、それがなかったですこちらではだからその辺がやっぱり 0.2GHz の差なのかなって 個人的には感じましただからといって FPS が完全に落ちないのかというとあ若干落ちる部分はあったけど RK2020 ほどのま体感で3020までぐぐぐっと落ちるようなところまで落ちてないです、うん、ちょっと引っかかるぐらいかなっていうところでもまた持ちこたえて戻るっていう感じはしました、うん、でえー、っと1面だけお見せしたんですけども2面はあのえー、っと、ね、っ,っけリサやったっけあの金髪のねあの女の子が出てくる地下の地下鉄のところで あれも電車走る時にググッと FPS 下がるのもうそれもねなかったんですよこっちではだからうーんやっぱりその辺で差は出てんのかなと思いましたあと F0 がやっぱり F0 はねあの1周後にブースターブースターオンになるんですけどその瞬間に絶対止まるんですよこれも一瞬止まったんですよ0.00何秒ですけどもそこは変わりないですけども えーとノーマルの普通のレースの画面でのスピード感はなんかこっちの方があるかなってちょっと感じました、うん、とアトミスウェーブの、えー、ドルフィンブルードルフィンブルーは確実にこっちの方が動き良かったですねもと、う、も、ん、と RK2020 でもガリガリで動いてたんですけどもそのガリガリがねかなりマしなってましたね、うん、これはちょっと驚きました、うん この辺はひょっとしたらなんか色他のなんか違いがあるのかもしれないかな。そこまで 0.2GHz で変わるかっていうぐらい安定してドルフィンブルーが動きました。これはちょっと驚きましたね。だからこの辺から考えてやっぱり、えー、とこれもう何回も重複しますけど、僕個人でマイクロ SD カードの違いとかフォーマットの状況、キャッシュの状況で変わるので、この辺の動きっていうのはね、えー、あくまで個人差で全く違いないかもしれないです、本来は。そこはちょっと分かんないですけども、僕が触った感じはやっぱ 0.2GHz ちゃうなって感じました。 うん、だからまあだからその辺考えてじゃあ,あのそこに当然いいことばっかりじゃないんですよそんだけ動かすっていうことは CPU をフルスロットルで回してるっていうことなので当然電池の減りが早いだから RK2020 よりこちら 200mAh 多いんですよね。えー、RK2020 が2600でこっちが2800やったかな、うん、200mAh 違うんですよだからその辺の補填分が200なんかで足りんのかっていうところ。 っていうのの、まあのはああま長時間僕はゲームしないのでそこは分かんないですけども、まあ、長時間プレイヤーがもしかしたらドリームキャストガリガリなやつやってたらいやものすごい時間落ちたって言ったらうん。 よくはないですけども逆に言えばやっぱり 1.5GHz でそれ回ってるって証拠やんっていうことも言えるのでその辺はまたもしねあのまあ視聴者の方でね結構ガリガリでやってる方おられるのでまだあの届いてないって言ってたんですけどもその方がドリームキャストの RPG をすごい好きなのでえ多分ガリガリにやられるのでこっちでガリガリにやってすんげえ落ちたよってこうね プレイ時間になったらそれは1.5でフルで動いてて RK2020 と違うっていうことが言えるのでちょっとそれまた教えてください <laughs>。ここれ台のこと言ってるから聞いててるる人は1人はだけ分かってると思うんでねはいいっていう感じでした。うん、でねやっぱりね、うん、面白かったですねあの。第4世代僕はもうずっと同じことをまあ言うてますけども、まあ、オードリー・ド・グアドバンスが出てでアッシュで僕はアッシュデビューやったんですよ RK2020 ね。 でそれからオードリー・ド・ゴアドバンス触ってでこの「アシュ」第2号ですよねあのー、ポーキリーね RGB10 をね触ってなかなか面白かったですでまあ、RK2020 がもうむちゃくちゃヒットしてで世界中で売れたのを見て一気にまあいろんな工場もロックチップ3326でまあ一斉に作り出してまあ、この8月先月の8月からドカドカドカッとこう発売が始まって もう9月でもねちょっと僕んところにもいろんな情報入ってきてるんですけどももういろんな多種多様の聞いたことのないようなやつが出たりとかしてるんですよね、うん、で僕としてははたから聞いててうーんいや一緒じゃないって思ってたんですよせめてね Android OS 載せてたらちょっと面白いかなっていうのはちょっとあの視聴者の方とも話してたんですけども特にこのポーキデ RGB10 はねあの申し訳ないけどね全然期待してなかったんですよ僕 うん、ほぼゼロ期待。うん、何の意味があんのやろうとこれにと思ってたんですけども、もんん確実に意味があります。うん、あのね。確かに一個一個はマイナーアップデートなんですよ。液晶はすごい。ビッグアップデートやけどね。うんでもね。このちょっとした気遣いの連続が。 結局この1個の、ね、ポウキリ RGB10 っていう商品への満足度を大きく、ね、プラスにしてるんですよ。RK2020 とも違う、オードロイド5アドバンスとも違う、このポウキリ RGB10 っていう商品の価値が確実に集約されてるんですよ。で、なんでこのゲーム機を出したのか、世に出したのかっていう意味も触ればわかります。うん。同じもん出しても売れないやん、だって普通。 うん、で側だけ変えたってそれは売れないし、まあ、当然ねメタルっていうものを出したらそれはそれで存在感あるけどもこれプラスチックやしそうじゃないしってなった時に、うん、当然開発費だってただじゃないだろうしそうなった時になんでこれ出すねんってなった時に僕はそこに懐疑的やったんですよね大きく。でも実際触った時に、えー、あこれをしたかったんやと。 うん、RK2020、まあ、オードレイ・ド・ガードバンスが出てで小型化した RK2020 が出て非常に満足感のあるものが出てで,でももっとよくできるよねってやっぱり考えたんでしょうねで、まあ、いろんな RK2020 でもしかしたら海外で僕も見てないようなフィードバックがいろんな掲示板に出てそういうものを踏襲して、うん、いろいろまあ改善細かい点もあの分かるしこのボタンをつけたってこと自体もそのフィードバックを必ず踏襲してると思うので。 その辺を踏襲していち早く作ったものがこれだったということで,あのでそのフィードバック以外にも液晶はね RK2020 でも十分綺麗なんですけどもでそこにプラス多分これはさらにいい液晶をつけて付加価値をつけたんだと思うんですよね。うん、でまあその CPU 加減僕の推察の 0.2GHz もあの、まあ、より良いものもうちょっとあの動くものっていうものを求めて、まあ、RK2020 で抑えてたものを開放したのかなっていう感じもしましたので。 うん、非常に会社側がいいと思ってこれを作ってるっていう気持ちは触れば触るほどよく分かりましたうちのね動画はいつもまあしつこいぐらいねこう特にこう不評なんですけども <laughs> あのもう舐め回すように触るんですよねでもやっぱりね舐め回して触ることでで他の機種ときっちり比較することでよりねこのポウキリ RGB10 が何で発売されたのか なんで会社をこれで儲けれると思ったのかっていうのはねよく分かりましたこれはねよく触らないとわからないただ買ってスペックいっしゃんへへへって終わるだけではあのー、もったいない商品ですねきっちりこいつの良さっていうものはあるので味わうべきだと思うし、うん、非常によくできてました。 うん、せ年、ね、なんかねいつも言うけどねちょっと軽く感じるのはねすごういうコンパクトに感じるんですよ。ね、でも大きさを測っても横並べても一緒やし重さもほんのちょっと軽いぐらいで変わらないんですけど、うん、まあでもその致命傷として LR はちょっと硬かったっていう問題はで弊害は出ましたけどね、うん、でも非常にこれブラックなんかでやると非常にいいんじゃないかなこれはね触らないとちょっとわからないと思う良さは。うん だからまあよかったらね第4世代でこう何買おうかなーって思っててまあ当然、ね、何回も言うけどこのあとさん出るんですよだから全部出揃ってうちだって全部買わないしあの提供だってね僕みたいなチャンネルあのー、なくて当たり前なので全部紹介できないし他にもね日本でも海外でも有名なこうトップクラスのねあのレビューアーって人たちがいるのでまあ第4世代どん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 みんな紹介するでしょうからあのー、全部見てね あのー、何台も買えるもんじゃないから 1, 1台ね8,000なんぼいたって高いしあの、まあ、その辺で自分のいいものがあれば買えばいいと思います。うん、第4世代は、ね、思ったよりもゲーム機ずらずらずらと,ちょっとしかもね販売スピードが速いんですよね。 第3世代の時でこう何ヶ月大きかやったけどもこんな短期間に出すかっていうぐらいドカドカっと出るのでね混迷期やと思いますがまあ僕は実際今回これをね丁寧に触ってうんあのこんな感じでしたなかなか面白かったですまあその辺が総括ですねダラダラって言ってきましたけどまあ何か必要な情報があれば一個一個買いつまんでねあの頭に入れて参考にしてくださいでいつも言う通りねあのタイトルの初めにも出してますけどもあくまでこれねおじいさんが自分で あの趣味の範囲でねさあってブツブツ言うてることなんでもうはっきり言って他にもっともっと日本でも海外でも有能なレビューアーさんはいるのでねそちらをメインに聞いてあのうちなんかをあの情報はあの信じないでください。<笑><笑>うん、信じないようにあの僕なんかに騙されないように、うん、あの僕は基本ポジティブ思考なんで例えばこの L1 ね R1 が押しにくいって言って僕はじゃあ L2R2 にしたらいいやんって乗り越えたらええやんって僕はそう考えるんですよ、うん、だって液晶綺麗やしこいつ楽しいし使い切りたいほんならもうこっちにしたらええやんって、うん、でも人によってはいや「L1R1 かいやんクソやん」っていうだけの人いるでしょ、うん、僕はそうじゃないんですようんやっぱりあの,ー、のりそれをなんていうかな抑えれるんならばあかんところはあかんでも修正できるポイントがあれやったらそれでやれやいいやんって思う方なんでただ結構ポジティブ思考なんで あのその辺がまあ購入者にとってうんいや おじいさんここ言ってへんやんって思うこともあるかもしれないんですよね。うん、でもそこは僕はポジティブに捉えてますんでそう思ってます。でだからあ,のあくまで自分が趣味の範囲で自分が楽しい範囲であのこうやって使うよってこういうゲーム機あるよ楽しいよっていうことだけをお伝えしてるんでね多分ねあんまり参考にならないと思うんで<笑><笑>まあまあだから何かねあのこういうただ僕はいろいろ他のところい多分細かくブツブツ言うと思うんでその辺で必要な情報だけねピックアップしてもって。 で皆さんも自身でねいろんなサイト他にも有能なサイトブログとかでもねあるのであのちゃんと自分でいろんな情報を最終的にまとめて自分で答え出して高いものなのでね焦らずにゆっくりあの楽しみましょうねこういうものはね。 はい、で今回、海外の、ね、EC サイトのトムトップさん、うちでは、ね、もう普通にアマゾン並みに有名になっている、ね、サイトさんですが、で買いました、で今回、ね、あのクーポンコードいただいております、400円引きかなになって、こちら、8200円ちょっとで買えますので、送料込みです、であのー、非常に安いですね、もう第3世代より安いというね、謎の、えー、金額設定になってきてますけどもね。 あのまあ、よかったら買ってみてはいかがでしょうかおじいさんの概要欄のところに商品のリンクこちら黒バージョンもあるので両方黒とあの黄色のリンク貼ってます <laughs> であのその下にクーポンコード貼ってますのでそのリンクから飛んでクーポンコードを入力するとその8200円という金額で買えます。 でえー、っとアリエキスプレスとかやと、ね、もう最長3ヶ月とか当たり前なんですけどもこちらのトム・トップさんは、ね、もうコメントでもたくさん買ったからかレビューいただいてるんですけども2週間で頂い,いたっていうことが非常に多く頂い,いておりますそして僕自身も自分で買って2週間で届いてますので2週間っていうものを1つの,、まあ、あの区切りにしてるのかもしれないですね非常に早いです2週間大昔はねアリエキスプレスもこの病気前はあの2週間ってあったんですよね、うん、でも,もう今は3ヶ月2ヶ月当たり前っていう感じでそういった中でトム・トップさんの2週間 週間というのは非常に早くてあのー、信頼性のおけるサイトなのでまあよかったら買ってみてはいかがでしょうか日本やと1 1000か2000ぐらいしてますね、うん、だから8200円ってもう相当安いですね、うん、まあよかったら購入してみてはいかがでしょうかこれにてねポウキリ RGB10 の動画は最後となります、うん えー、よかったら参考にできる部分があれば参考にしてください。この動画で初めておじいさんのことを知ったよとしたらチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それでではままたた次回の放送でお会いいたしましょうさよなら